どうじゅんです。今回ですね、こちら GU とアンダーカバーコラボの服ね、合計5点買ってきたので、こちら紹介していきたいと思います。で、最後にね、実際に試着してみたいと思います。4月9日金曜日からですね、発売ということで、午前中から行ってきたんですけど、近所の GU 行ってみたら、なんか女性の方がめちゃくちゃいっぱいいましたね。朝から。逆に男性少なめで、もしかしたら主婦の方たちが子供を送ってから来たのかなぐらいな、女性めっちゃいい割合でした。ほいでですね、ネットの方、オンラインの方では、フェイクレザーのあのライダースジャケットがソールドアウト午前中にしてましたよね。早みたいな。あと、あのオンライン限定の下着のパンツもね、ソールドアウトしてましたけども、やっぱあのフェイクレザーのやつが今回の目玉っていうことなんでしょうか。ではですね、1点目いきましょう。狙ってたやつなんですけど、まず1点目こちらでございます。じゃじゃーん。これカーゴパンツですよね。価格がですね、2990円で M サイズ、ウエスト77。安いね。GU 今回5点買ったんですけど、合計値段がね、12,000、3000円みたいな。安いね。さすが GU。5個買っても、12,000、3000円ってやばない。こちらナイロン生地で、ワイドテーパードカーゴパンツカモフラージュ。こちら2色カー展開があるんですけど、僕はね、このベージュの方にしました。もう1個グレーもあるんですけど、こっちの色合いの方が、なんかいいかなーと思って、合わせやすそうだなーと思ってね。ね、試着してみたんですけど、M サイズで僕はちょうどいいぐらいのウエスト。で、この丈感なんですけど、結構短いんよね。普通に履いて、くるぶし出るやんみたいな、結構短めな感じでした。でも L サイズにしたらさ、ウエストガバガバになるし、しかもこれね、ベルトループないんですよね。ここのゴムっていうんかな、この紐で結ぶスタイルなんで、ちょっと L だとずれ落ちちゃうかなと思って、ね、よく見るとこれね、UFO がいっぱい映ってるわけ。わかりますかね？カーゴパンツの中に、いっぱいね、UFO がプリントされてるっていうね。かわいいですよね。なんかアンダーカバーって言ったらさ、結構ダークファンタジーなイメージあるんですけど、この UFO もアンダーカバーらしい感じはしますね。で、ここにアンダーカバー GU っていう風にね、文字も書かれてあります。いいね。アンダーカバーの服1個も持ってなかったんですけど、これは嬉しいですね。高いもんね、アンダーカバーは。でもやっぱりその値段通りの感じはするけどね、3000円ぐらいの質感ではあるけどね。こだわりポイントとしては、こっちのポケットはジッパーになってるんだけど、こっちはボタンになっていたりとか、パチッと開けるようになったりとかで、ポケットがね、結構いっぱいあるよね。ここもあるし、ジッパーでしょ、で、ここもこれでしょ、で、この辺にもポケットあるし、かなりボリューミーな感じよね。で、ワイドテーパードってことなんで、ワイドだけど裾部分はこう細まっていってるっていう、そういうシルエットですね。丈がちょっと短いから、これハイカットの靴とかの方が相性いいのかなって思ったな。今回のさ、GU とアンダーカバーコラボのこのロゴのタグがついてますね、一応ね。結構全体的に今回ミリタリー系多いよね。そして2点目こちら、じゃじゃーん。同じ柄のトップス。これ上下セットできるんちゃうかなということでね、買ってみました。こちら2990円ということで、さっきのズボンと価格は同じね。パティーグシャツ、ゴブ袖でカモフラアンダーカバーいい。で、こちらナイロン 100%。これもね、結構生地薄め。さっきのズボンも、これね、春夏用っていうことでめちゃくちゃ生地が薄いんだよね。多分これ冬に履いたら、寒いと思うわ。それぐらい結構ね、生地が薄めになってるんですよ。で、これも結構薄いっすわ。前がボタンになってて、で、襟付きになっているわけね。で、UFO のカモフラーということですわ。後ろがこんな感じです。これもデザイン凝ってて、胸のところにね、ポケットあるでしょ。これもポケット。これもポケット。これもポケットってことで、合計ポケットが4つあんのかな。これさ、さっきのやつと上下セットで着たらええやーみたいなね。ちょっと自衛隊みたいな感じになるかもしれないけど、まあそれでもええかなみたいな。本当はさ、ルックブックにあったミリタリージャケット買おうかなと思ってたわけですよ。ベージュ柄のやつ、おしゃれなやつね。で、実際見てみたら結構色がね、濃かったんですよね。もうちょい薄めやったなーと思ったんですけどね、ちょっと濃いのあんま似合わへんかなと思ったんで、今回はこっちにして、今回トップスだからアウターはね、買ってないんですわ。3点目こちら、じゃじゃーん。めちゃくちゃでかいシルエットの T シャツですね。アンダーカバーって結構 T シャツとかもうワイドめでかめのやつがやっぱ多いんですかね。こちら価格が1690円、スーパービッグジップポケット T ゴブ袖でホワイトですね。で、綿 100% となってます。合わせてみても結構でかいよね。これ L サイズなんですけど、ただ前回の三原康弘のこれコラボですけど、 T シャツさ、洗濯したら結構縮むね。これ
丈とかも。だから全然 L でもいいかなと思って、この白色のやつしました。胸のところにポケットがついてるのがワンポイントで、可愛いですよね、これね。GU とアンダーカバーのこのロゴとかもちゃんと入ってると。これちゃんと開けて、中になんか入れることできる。ポケットがめちゃくちゃでかい。これはね、下手したらワンチャン iPad 入る。この脇のところまで入るよ、これ。何を入れるここに。まあ最悪あの納豆とか入れてね、持ち運びもできるし、結構便利かもしれないですよね。デザイン面、そして機能面でね。で後ろの方が長めになってるのかな。で、サイドがこう分かれているんで、結構ゆったりめのシルエットとして着れそうですな。 T シャツもさ、結構いろいろ売ってて、ディズニーとのコラボのやつとかもあるんだけど、あの欲しかったマンジョのやつは超大型店でないとないんですよね。だから今回欲しかった T シャツはちょっと変えてないんですけど。そして4点目、じゃじゃーん、色違い、ババンこれも L サイズで、カラーがダークグリーン。今回この緑系の色多くなかったですか？なんかその全体的にミリタリーだし、こういうグリーン系の服も結構いっぱいありましたよね。この色持ってないしさ、めちゃくちゃ可愛くないこれ。下がさ、結構ジーパンとかでも、白色のこういうズボンとかでも全然合いそうだし、なんやったら黒のズボンとかでも相性良さそうですよね。可愛いで、これ、マジで。そしてラスト5点目。じゃじゃーん。これディズニーとのコラボのミッキーの、まあ、言ってみたらパジャマですよね。こちら L サイズで3490円、トップスがレーヨン、ボトムスレーヨン 100% となっております。これね、ところどころにミッキーさんがねいるわけですよね。これカラー展開が2色あったんかな。ダークグレーのやつとオリーブカラーとねあるわけですけど、僕はねオリーブのやつにしました。これパジャマで着てもいいし、あの別に近所のコンビニとかだったら全然着てもええんちゃうかなと思ってるんですけど、セット内容としてはですね、こちらの半袖のシャツ、かわいいよね、これ。これ、外でも着ても全然ありかもしれんな。あと、こちらのショートパンツですね。後ろにポケットがついてます。ミッキーのいろんな絵があって、かわいいよね。そして、こちら、袋ですね。だから、旅行とか行くときとかも、こういう袋に入れてね、持ち運んでも全然ありですよね。ということで、試着してみましょう。ということで、まず最初に来たのが、スーパービッグジップポケット T。こちらメイン 100% ですね。結構デカめ。で、これ着てみて気づいたんですけど、横になんとですね、ポケットがあります。ポケット合計3つ、すごい。もうこれ手ぶらでコンビニ行けちゃうやんっていうね。で、個人的に好きなのが、この細めのスキニー系のデニムと、このシルエットゆったりめのやつ合わせるのが、個人的に好きかな。あの、やばい T シャツ屋さんみたいなね。感じのコーディネートですけど。で、まあ、あの、靴はちょっとワイド、ごつめのさ、こういうマーチンとかね。で、下は別に白色のデニムでもいいし、こういうジーパンも合うし、黒色のデニムも合いますよね。そして続いてこちら、同じやつですけど、色違いですね。スーパービッグジップポケット T。で、こちら朗報なんですけど、なんとですね、乳首透けません。素晴らしいですよね。あの、プラス J の、あの、白色の T シャツはもう余裕で乳首が透けるんですよね。生地はすごくいい。肌触りはいいんだけど、まあ、あの、生地薄すぎて、めっちゃ見えちゃうということなんですけど、こちらね、生地が結構分厚いと。で、価格1690円なんですけども、これはね、かなりおすすめですわ。生地がしっかりしてて良い。あの、普通にスマホとかも、この胸のポケット入るしね、後ろのシルエット、こんな感じ。最近買ったダナーフィールド合わせてみたんですけど、まあ、白黒でちょっと地味めになりそうだったら、靴で外してもいいよね、みたいな、そういう感じです。すごいゆったりめのシルエットがいいですね。結構下は、なんかボリュームあるズボンとかでも全然合いそうな感じだけど、なんかダボっとした感じ、だらしない感じになるかと思うんで、結構細身のズボンが合うんちゃうかな。続きましてこちらはですね、ファティーグシャツカムフラ5分袖となっております。ナイロン 100%。こんな感じで、あの、夏場とかは T シャツの上に羽織る、ジャケットっぽい感じで羽織ってもいいですよね。なんせね、丈長いよね、これね。後ろが特に長いんですけど、結構でかい。そして続きまして、今度は下なんですけど、ワイドテーパードカーゴパンツカモフラージュ、ナイロン 100%。上下セットで、セットアップで着てみるとこんな感じですね。まあ、なんて言いますか、陸軍感は出るけど、まあ、おしゃれっちゃおしゃれですよね。でね、ちょっとズボンの裾が短めかなっていうのは思いますわ。
まあ別に夏場は涼しくていいかもしれないですけどね。これでサバゲーしてもいいしね。全然ありで、ね。これでアウトドア行ってもいいし。なんせね、ポケットがめちゃくちゃいっぱいある。で、このお腹部分のポケットめちゃくちゃ浅いからね、そんなに色々入るかなって感じではあるんですけど、なぜ上のポケットだけで4つでしょ。下のズボンのポケットもいっぱいあるでしょ。これね、サバゲーには持ってこいかなという感じでございますわ。白色のビッグティー着ててもこれだもんね。特に喋ることないわ。続きまして先ほど見せたパジャマですね。こちらトップスボトムスともレイオンということでサイズは L サイズとなっております。これ本当にね、家で着る分にはねめちゃくちゃ楽、涼しい。パジャマとしても家着としても最適なんやないでしょうか。友達がお家にやってきたとしてもすごいおしゃれだよね、ミッキー一人やみたいなね。最後はサムネのポージングということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらですね、まだチャンネル登録者今20人ぐらいしかいないのでぜひ登録お願いします。登録しないとね一生多分おすすめ出てこないんでね、よろしくお願いします。